今日本の教育が大きく変わろうとしています。だから地球という経営という新しい言葉ですけれども、主にこの地球国際化が、進んでいて地球が一つになっていて、どうやって数多くの地球の市民をつないで一つになって新しい、国際的な問題を一緒に手をつないで解決するのが我々の最も大きな課題であって、예우리모두의뇌는이런좋은선택을통해서주위를밝게바꿀수있는힘이있습니다저는오늘여러분과함께학생들이체력심력뇌력을기르고자신의가치를찾아가도록돕는그런이야기를나누고싶습니다なぜ脳教育なのか、子どもたちが本当に自分が生きている目的、自分の価値を自覚して、そして自分の脳をどのように活用すべきなのか、それが授業の中、学校の中でも取り入れられたら、公教育の中でこの脳教育が導入されることによって、その部分が付加されたら、さらに日本の教育もより良いものになっていくんじゃないかと自負しております。